お世話になります長野市保健所所長をしております小林と申します。お集まりいただきましてありがとうございます。それではお手元の資料に基づきまして、長野市で8人、ですけども新型コロナウイルス感染者が確認されましたので説明をさせていただきます。お手元の表の方をご覧いただきたいと思います。今回8人ということですけれども、最初にですね、現時点で感染経路、または感染のルートがですね、具体的に想定されていないケースが2人いらっしゃいます、221と227のお二人が、市外に出ていないということではありますけれども、詳細は調査中ということで。感染経路等について推定している状況ではありません。残りの6人についてはこれまでの感染者のですね、濃厚接触者の関係にある方ということで感染が確認されてございます。220例目の方は199例目の方の濃厚接触者ということで検査を受けていらっしゃいます。無症状病原体保有者という位置づけになります。221例目の方は先ほど申し上げた通りですけれども、症状検査の経過については、ご覧の通りでありまして、一度 PCR 検査を受けていらっしゃいますけれども陰性になった後に、症状が続くために再度受診をされております。222例目の方は201例目202例目の方の濃厚接触者で同居の関係にある方になります。223例目の方は178例目の方の濃厚接触者で同居の関係にある方、さらに224例目の方は188例目の濃厚接触者でやはり同居の関係にある方で、この3人の方はいずれも症状がありませんので無症状病原体保有者となっております。225例目の方は189例目の濃厚接触者でやはり同居の関係にある方になります。226例目の方は214例目の方の濃厚接触者で、こちらについては同居以外の関係ということになります。以上8人の概要ということで説明をさせていただきました。無症状病原体保有者とされている4人についてはその通り症状もありません。他の4人につきましても軽症という、現状になってございます。私からの説明は以上になりますのでご質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではご質問をお受けしたいと思います。マイクをお持ちしますので報道機関名とお名前をおっしゃってからご発言をお願いします。すみません、長野放送の吉川と申します。お願いします。すみません、8名の方の現在の症状はどうなっているかというのを教えていただけると。はい、無症状病原体保有者とされている方は症状はありません。またその他の方々個々に何番の方がどういう症状というところまでリアルタイムで承知はしておりませんけども軽症ということでお聞きをしております。わかりました、ありがとうございます。SBC の宮下です。すいません、こちらで追えばいいんですけども申し訳ないです。これまで出ているその3密の会食ですとか10代の方の集団感染の方に関連する方はこの中にはいらっしゃるんでしょうか。いらっしゃいません。分かりました、ありがとうございます。はい、続いての方いかがですか。
こちらの毎日新聞立てますと申します。ちょっとこちらの具体的な話とかからちょっと外れるんですけれども、国の方がその GoTo キャンペーンの事業の見直しのをするというふうに方針を出していますけれども、これについてその保健所長の受け止めというのはどのようなものになりますでしょうか。まあ、現在 その長野市内の感染状況と照らし合わせて何か見方があれば教えていただきたいと思います。はい、全国的にはですね、まあ、いわゆる第3波と呼ばれる3回目の大きな流行が今、起きておりまして、ピークの、数字だけ見ますと1波2波よりも、大きい形になっておりますけども、まあ、この、山の、長さがですね、まあ、高さと合わせてこの幅ですね、いつまで続くかというのが、非常に重要になってくるものというふうに捉えております。まあ、そういった観点から申し上げますと、人々の移動ということはですね、片方で非常に重要なことではありますけれども、感染という観点からすると、やはり慎重な対応が必要ではないかというふうには考えておりますけれども、これは疾患のですね、まあ、感染者の数だけではなくて、疾患の健康に対する影響の大きさ、具体的に申し上げますと重症者とか、そういった観点も踏まえてですね、その社会経済活動とのバランスをどう捉えるか、これは公衆衛生の観点だけではなくて、社会全体でですね、捉えていくべきものというふうに考えております。私も長野市の発生状況で申し上げますと、まあ、これまでですね、この何日間か比較的多くの人数の方々の感染が認められておりますけれども、かなりの部分がですね、3密状態であったりとか、具体的な感染リスクとしてですね、言われていた状況が実際に起きてですね、大きな人数になっております。現在そうした方々のさらなる拡大につながらないように鋭意取り組んでいるところではありますけれども、この長野市の状況を見ますと、その全国的な状況とやや今状況が異なるのかなというふうには思って、おりますので、GoTo キャンペーンとの関係について、この長野市との発生状況をからですね、の観点から、まあ、申し上げるのはちょっと難しいかなと思います。ただ、これまでもご紹介しておりますけども、片方で、散発事例と考えられる、まあ、事例が長野市でもですね、人数としては今まで以上に増えておりますので、まあ、感染経路が具体的に追えないという中でやはり一定程度のですね、まあ、感染の可能性というのは長野市においても高まっているというふうに、まあ、考えざるを得ないというふうに思っておりますので、まあ、そういった観点から申し上げますと、全国の大きな波、またその人々の移動というのも長野市において、まあ、間接的ではあっても影響を受けているものというふうに思っておりますので、やはり市民の皆さんにはですね、そういった観点から、まあ、移動そのものが感染リスクを高めるわけではありませんけども、人と接するときのですね、飛沫感染、それからいろんなものに触るときの接触感染というところをですね、しっかり行動として取っていただきたいということを改めて市民の皆さんに呼びかけたいというふうに思います。ありがとうございます。まあ、具体的にその長野市の感染事例で旅行がきっかけになったもの、まあ、個々の方がどうということはまではなんていうか特定するつもりはないんですけれども、旅行がこう何か原因になってこのご本人だったり、あるいは県外の方がこう旅行で長野県に来たことが発端になって感染が起きたっていう事例はこの第3波では あるんでしょうか。どれくらいあるとすればどれくらいなんでしょうか。はい、まあ、長野市は第3波というふうに捉えておりませんので、これまでに経験のない、まあ、流行という捉えをしておりますけれども、皆様方に情報提供させていただくこの資料の中に、まあ、県外との往来といったことで、まあ、具体的には首都圏とかですね、中京圏とかそういった情報提供もさせていただいておりますけれども、その数については過去 その資料をご覧いただければですね、ある程度人数が出てくると思いますけれども、まあ、少なくとも私どもの方ではそれがこう仕事によるのか、
行楽によるのかまた違う理由によるのかというところまでは皆様方には明らかにしておりませんのでそのコメントはできませんけども、ただ最近のこの状況を見ますと比較的その首都圏とかですね中京圏など感染者が結構多く見られる地域との具体的な往来がある方そのものは決して多くなっているという印象は受けておりませんので、まあ、これまでと同様にそういった具体的な往来歴がある方もいればそうでない方もいらっしゃるということで今のところは受け止めております。県外との往来がきっかけという方も相変わらず多いんですけれども、行楽によるのか仕事によるのかということは申し上げられないおっしゃることはできないという話ではありましたけれども、全体例えば今月ですね、今月の長野市の市内の感染が分かった方に関して言うと、全体としてどういう往来の仕方の方が多いのかとか、例えば一般的な旅行では感染というのはする機会というのはそんなに多くないよということも言われています。でただ懇親会だとかそういう場で、長時間マスクをしないであんまり換気も良くない空間で喋ったり食べたりしていると非常にリスクが高いとも言われていますけれども、どういった、場面あるいはどういった往来のスタイルのものがきっかけになっているというふうに考えています。はい、最近この感染者数がですね急増している一連の中での感染者としては首都圏や中京圏といった往来の方も人数は数人程度ではありますけどもいらっしゃるのは確かですけども、そういった往来の中で具体的にどのような感染リスクがある行動があったのかということで、これについても私どもの聞き取りの中でお聞きをしておりますけども、例えば往来先で具体的な感染リスクのあるような3密であったりとか、あるいはそうですねいろんなものに触って接触感染が起きたかもしれないとか、そういう具体的な場面までですね実はご本人も含めて、思い当たらないというケースがほとんどでありまして、だからこそ逆に、そういったところに行くこと自体がじゃあ感染リスクなのかという議論にもなりますけども、やはり往来歴っていうのは感染経路としては比較的分かりやすいんですけども、もしかしたら往来とは別に市内での滞在での感染ということもですね、考えていかなければいけないという状況ですので、現時点でご質問のように往来先でどんなことがあって感染をしているのかっていうのは私どもとしては、具体的な、状況まではですねお聞きはしておりますけども、ご本人方も特段そういったことはありませんという方がほとんどになっております。ありました。あとは往来ではなくて誰々の濃厚接触者という場合は、同居の方が もちろん多くて、それは当然ある意味当然なんだと思うんですけれども、同居でなくてその接触があった場合はどういった場面が、ここにこの方がこうだったという話ではなくてもやはり会食が多いとかというのは認識としては現状どうでしょう。そうですね、今までご紹介しているいわゆる集団感染の事例ではもう3密、といったですね、状況をお話をしておりますけども、個々の濃厚接触者、とりわけ同居以外の方の濃厚接触者についてはやはり一緒に食事をしたとかですね、それから、マスクを外して、しばらくお話をした、そういったところがですねかなりのウエイトを占めているというふうに捉えております。やはり注意点とするとマスクを外す場面をどう減らすかといいますか、ということになるんでしょうか。何と言ったらいいんでしょうか。そうですね、やはり、食事を取ること自体は不可欠でありますし、それを一緒に取るということの、意味合いも十分ありますけども、この感染を防ぐという観点から申し上げると、食べたり飲んだりしている間は声を発しない、声を発するときは飲み込んでからですねマスクをつけた上でお話をする、そういったことをですね食べるたびに徹底していただくとこれは理想的だとは思いますけども、正直なところ食事をしながら、いわゆる会食というかですねそういった場面では
人間としてはどうしてもそこは不徹底にならざるを得ない部分もありますので非常に困難ではあります。しかしそういったリスクがあるということもですね、十分注意をしていただいて、あとは可能であれば距離を置いてですね、お話をするっていうところもありますので、そういったところを工夫していただければというふうに思います。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。いかがですか。よろしいですか。たびたびすいません、 SBC 宮下です。今日の中でいうと同居の方っていうのが5人ということで多く占めてますけれども、改めてその同居の方の中でどうやって感染を防いでいったらいいのかとかいうそういう呼びかけがありましたら教えていただきたいんですが、いかがでしょう。これは正直現実的には非常に難しいというふうに思っております。もちろん誰でもですね感染している可能性を考えて、同居においてもですね感染を防ぐ対策というのをきっちりしていただくことが理想ですけども、それがどうしても不徹底にならざるを得ないというのがまた同居たるゆえんかなというふうに思っております。注意していただくとすればですね、家の中ではたくさんのものをですね、共通して触っています。ですので家に入るときに消毒をした上でですね、いろんなものに触るとすれば、触る前後の手洗いまたは消毒、また触る箇所のですね、定期的な消毒といったことが必要になりますけども、おそらくそれをですね、本当に着実にやれば、生活そのものが成り立たないっていう面もありますので、そこはぜひですね、現実的な方を取っていただきたいと思います。非常に重要な点はやはり同居している方が少しでも風邪用症状とか熱があるとかそういった体調の異変をですね、感じたら、これは軽度であってもそうなんですけども、そういった状況が見られたらその瞬間からはですね、できるだけこう離れて生活ができるような工夫をしていただく、部屋を分けるとか、食事も一緒にしないとか、トイレ等を使う場合はですね、しっかりそういった取っ手等も消毒していただく、お風呂等はできれば最後にしていただくという、そういった工夫をしてですね、そういったことで感染の拡大を最小限に食い止めることができるのではないかというふうに思っております。それでは本日の会見は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。